曹操は赤壁での敗北から立ち直ると、西方の平定へと乗り出す。徐孔明、ひたすら武の道を極めん。騎馬部隊よ、進め。曹操の軍を蹂躙するのだ。西の軍閥の勢いがここまでとは。まずは本陣周辺から手をつけようか。軍閥の部の激流、武をもってとどめん。いざ直行め。参る。お見事、見せつけてくれますな。これ以上勝手の真似はさせん。はい、あやつを狙え。即刻撃ち果たすのだ。見えた。このままでは押し込まれるな。ここはまず武器庫の奪還から始めようか。なんという武勇。敵将、徐孔明が討ち取り申した。兵らの傷は道術を持っていやす。渡米道の奇跡、とくと見よ。おお、なんだかみなぎってきた。よし、これでまた戦える。何度でも敵を向かってくる。見えた。その必要は嫌いじゃない。倒せど倒せど敵の勢いは衰えない。それを上回る気迫で当たるのみ。援軍とは願ってもない。ここから巻き返しましょうぞ。その首もらい受ける。いざ。その勢い誰にも止められますまい。敵はまだ攻勢を緩めない。早く追い詰めて回りたい。ダメだ、どうしようもない。
無尽蔵の回復は諦めてもらうぞ。味方増援、進軍撤収。敵に拠点を封鎖され進めないとのこと。なら話は早い。侵入拠点の敵を倒し援軍を迎えるとし。なんという武勇。敵将徐光明が討ち取り申した。この地を封鎖するが務め。ゆえこの神髄攻撃してくる者は撃滅。その佇まい、名のある武人とお見受けした。いざ徐光明と刃を交え。はい、一人でのこのこ現れるとは後悔しても遅いぞ。援軍が間に合ったか。これで敵を押し返せそうだ。
敵将徐光明が討ち取り申した。私の知略が破れようとは。迷いのない戦ぶりですね。その力は時に羨ましく感じます。覚えておくぞ。次に会った時は俺が勝つ。長安を守りきれたか。一仕事の後だ。今夜は宿杯と行こう。